はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、ステージ60の段々坂のボス、のぼせトンマン、こちらにチャレンジしていきたいと思います。やっぱりね、2回目のボスなんでね、結構強いんじゃないかと思います。先日ゲットしたデビビルもね、使っていきたいと思います。さあ、どんなボスなんでしょうか。一応公式サイトの攻略情報によるとね、のぼせトンマンの弱点はへそだそうですね。へそ棒なんか桶で隠しているんで、で時々なんかへそ玉が飛んでくる。でそれをね、連打して壊して、のぼせトンマンの弱点へそにピン打ちして、そこを攻撃するとダメージが与えられるそうです。それを忘れてね、ただひたすらプニプニやってるとね、全然ダメージが与えられなくてクリアできないんで、そこちょっとだけちょっとね、注意した方がいいと思います。まあね、最初に1回刺せばもうあとは通常のプニプニと一緒ですね。さあ、やっていきましょう。まだ、あ、もう早速、さあどんどん合わせていきます。もうへそにピンは打ち込んだので、あとはひたすら攻撃ですね。あ、なんかへそ玉も落ちてきましたね。あれ、壊した方がいいのかな。さあ、つなげてタップでどんどん大きくしていきましょう。そして必殺技、さあ今眠ってサボっているこの隙にどんどんプニプニ大きくして攻撃していきたいと思います。今回使っている妖怪は、あの画面の左の方に表示しておきますけども、おねむのせい、それからデビビル、ロガッパ、そしてジバニャン、キズナース、この5体ですね。なんかね、ジバニャンはね、入れた方がいいみたい。なんか星のね、条件に入っていました。最後はね、ジバニャンの必殺技でクリアすると星が1個もらえます。うまくね、これタイミングをね、合わせるのが難しいんだよね。さあ、やっていきましょう。キズナースは結構いいよね。キズナースもうまく合わせて、そこでライフを回復しながらうまく戦っていく。やっぱね、回復タイプのね、妖怪も入れておかないと、ちょっと長期戦はね、厳しいね。さあ、ジバニャンの必殺技いきました。やっぱさすがにボスだけあって、結構あの体力ありますね。なかなか減りません。ちょっとこちらの体力の方が減ってきてしまったので、どうだろう、いけるのかな。さあ、どんどん合わせてタップ。さあ、ここら辺でノガッパの必殺技も出しましょう。さあ、これでどれだけダメージを与えられるか。おっと、一気にいきましたね。お、いけるか。あー、でもこっちもちょっとしかない、微妙だね。うまくちょっと慌ててキズナースを合わせて回復させながらいきましょう。あー、間に合ったかな。あ、回復しましたね。さあ、行きましょうね。さあ、デビビルにもね、活躍してもらいましょう。さあ、フィーバー、今ここが最後の勝負ですね。フィーバータイムはね、もうとにかくたくさん消す、もう急いで消すというね、もうプニプニ大きくしてる暇もないですね。とりあえずどんどん消して消して消しまくって、さあ、いけたか。なんか最後の最後がなかなか減らず、ゲームオーバー。ここはね、あとちょっとなんで、ワイマネ使いましょうかね。しょうがない、もう本当にあとちょっとなんで。さあ、へそ玉を攻撃して壊しながらジバニャンを合わせて、最後は確かね、ジバニャンの必殺技でクリアするとよかったんでね。どうだろう、うまくゲージがたまるかな。なんかその前に倒せちゃいそうな感じもしますけども、さあ、これでそろそろクリアいけるんじゃないでしょうか。へそ玉も壊しながら、さあ、どうだ、まだですね。あ、ここでフィニッシュいっちゃいましたね。ジバニャンの必殺技を出す前に倒してしまいました。クリア。のぼせるくらい熱い戦いでしたね、確かに。さあ、残念ながら星は2つですけども、クリアと。さあ、何がもらえるか。270秒以内にクリア達成、隠れルートが出ました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。